ナイトサファリはシンガポールにある夜間サファリパークである。万代地区に所在し、世界初の夜だけ開園するサファリパークとして1994年5月26日に開業した。シンガポール動物園やジュロンバードパーク、リバーサファリの経営母体が運営している。開園時間は夜間のみで18時 -24-00。シンガポールにおける 観光客の人気訪問先の一つとなっており、2007年5月29日には、延べ入場者数が1100万人を突破した。総面積40ヘクタールの園内は8つのゾーンに分けられている。園内で飼育されている動物は約120種、頭数は約1040頭であり、そのうち72%は絶滅に瀕している種である。入園者数は 年間約130万人。壮大な池を見下ろしているキリンの姿や貴重な運氷、絶滅に瀕したインドサイをウォーキングトレールで至近距離で観察することができる。県内で見学客と動物とは自然を活用して隔ててられている。3つのコースは歩いて見学できるほか、トラムで解説を聞きながらの見学もできる。日本人観光客向けには、 日本語ガイドが乗るトラムも運行されている。徒歩によるコースには、それぞれ、フィッシングキャットトレール、ワラビートレール、レオパードトレールという名前が付けられている。アフリカやオーストラリアのほかインドを含む他のアジアの地域の動物が、本来の環境に近い状態で飼育されている。ありがとうございます。